こんにちは。今日はチェッカーバルブ、コイカですね。この魚のご紹介をしていきたいと思います。で、このチェッカーバルブなんですけど、お値段が300円前後でして、ワイルドかブリードかの記載は買った時なかったんですけど、ブリードだったとしても十分、いいクオリティかなと思います。鱗とか乱れてないですし。で、オスは背びれの縁とかが黒く縁取られるのと、あとはオレンジがメスより強いですね、ヒレの。メスはもうちょっと地味になります。あと、顔が、そうですね、この魚は、コイみたいな顔ちゃんとしてるんで結構かわいいですね。で、チェッカーバルブっていう名前の通り、この黒いチェック模様がポイントなんですけど、それ以上に僕が好きなのは、色が上がってきた時のオスのこの薄紫色の光沢ですね。結構この色を引き出すまで時間かかるんですけど、非常に綺麗なバルブだと思います。性格はですね、結構きついです。ただ噛み殺したりとかはあんまりないと思うんですけど、水質は、酸性寄りですかね。pH 5.5ぐらいの水で飼育してて、ピンピンしてたんで、他のコイカの仲間だと調子崩す種類とかもあるんですけど、こいつは酸性の水でもピンピンしてたんで、そういうとこに住んでるんじゃないかなと思います、もともと。あとは、食欲旺盛ですね。そんなところですかね。もしお店で見かけたら、ぜひ買ってみてください。